本日はグレード試験ですね、スティックの種類とメーカーについてです。そしたら先にそうだね、いつも質問形式でやってたんですけども、まずメーカーからいきましょうか。スティックを作っているメーカー何がありますかっていうところなんですけども、今使ってるの、はい、これヤマハっていうメーカーです。カタカナで書いてあります。はい、その他にパールっていうメーカーがあります。あとタマ、これ有名です。あとおすすめ、これです、これ今画面外ですけど、ビッグファース、ビッグファースで、どんどん書いちゃいます。あとで知らない名前だと思います。プロマーク、インセント、ネルリン、カノープス、リーガルチップ、ベータ、まあ、パッと出てきたものでこんだけです。でこの中で5個覚えてみてくださいっていうところですね。まあ、ぜひ覚えてほしいのはヤマハ、パール、タマ、この辺はあの有名メーカーなんで覚えておくといいと思います。その後にビッグファースト、プロマーク、これ辺は先生のおすすめシップとなりますので、ぜひ見てみてください。はい、で次で種類です。木の種類が全部で3つ代表的なのがあります。今使っているのはヒッコリっていう木です。なので初めヒッコリです。で、メイプル、オーク、この辺がよく使われるスティックの種類ですね。で、その他にマレット、ブラシで、ロッツ、まあ、あとはプラスチックとかですかね。プラスチック、カーボン、まあ、この辺おまけです。バーツっていうのが一応ありましたね。一回使いました、先生も。はい、なんでこの中で5個ずつ覚えてみてくださいっていうのは今回のスティックのメーカーと種類です。基本的にはあの次買うスティックをどういうのにしようかって迷った時にヒントになればと思って、作ってます。まあ、一般的な木の種類はヒッコリが、まあ、一番一般的です。で、メイプルは逆に今度は、ね、軽いスティックになります。ただ軽い分ライドシンバルを叩いた時にすごいね綺麗な音がします。うん、で、多く逆ですね、かなり硬い、スティックになりまして、耐久力が優れてるっては言われてるんですけども、割れるときにですね、木目にとって一気に割れちゃいます。はい、なので運悪いと、もう使って3日後に割れちゃったみたいな木目がまっすぐ斜めになってるっていうのは避けた方がいいです。はい、これが、スティックのメーカーと種類となります。以上です。